2023年、令和5年、2月15日、19時、世界平和を祈って、全国の皆様と一緒に、はやぶさ隊、激文を行います。はやぶさ隊、激文ございました。引き続き楽しい丸勘激文旗祭り115出陣式をお楽しみください。私が遊ぶと地球が喜ぶ。私が楽しいと地球が癒される。私たちはこの地球に遊びに来た。私たちは幸せになるために生まれてきた。幸せは権利じゃない。義務なんだ。私たちは発光の戦士ワクワク地球防衛軍、またの名を。龍神隊、楽しい丸勘激文旗祭り115出陣式。2023年2月15日、全国の仲間と一緒に一人三人はやぶさ隊激文を送らせていただきます。斉藤一人、出陣のテーマ、いざ。八大竜王斉藤一人、はやぶさ隊激文、
一番やり、みっちゃん先生隊出陣。出陣。3番やり千葉隊出陣。斉藤一人出陣のテーマ、いざ。隊長、大熊清隆、芝村隊隊長、西川路正江、芝村隊隊長、垣内博士、芝村隊隊長、中田高見、芝浦隊隊長、小出知恵、みっちゃん先生隊隊長、山口みちこ、みっちゃん先生隊隊長、かよちゃん、芝浦隊隊長、木村めぐみ、真由美隊隊長、松岡ゆめの、千葉隊隊長、森川やす子、芝村隊隊長、杉本
ミツバカー島村隊員隊長松井エリコー島村隊員隊長佐藤パーカーコー花江隊員隊長福士ひとしうの隊隊長稲本幸よ足川隊隊長荒木道子足川隊隊長二戸美穂うの隊隊長市川奈美穂島村隊隊長中西美希子島村隊隊長岩本あかね神風隊ケケロン風よしてなにあれは隊長土屋としあきみっちゃん先生隊隊長渋谷れいこみっちゃん先生隊隊長さつきうの隊隊長高くはさえこ島村隊隊長藤田礼子真由美隊隊長橋本美希子足川隊隊長吉田正明島村隊隊長横井めぐみ島村隊隊長浅井日曜島村隊隊長宮原智子島村隊隊長粕谷達子真由美隊隊長吉岡千秋島村隊隊長横内海みっちゃん先生隊隊長中村ひろこみっちゃん先生隊隊長宮城ひろかつみっちゃん先生隊隊長松吉すみえみっちゃん先生隊隊長ゴーダーカズニチみっちゃん先生隊隊長藤田コトコ真
第二大隊長津村屋いつきの友人隊駆け分我々無敵の友人隊は親方様の命のもと地形なさげて切り込めば骨は砕けて肉は止め攻めて攻めて攻め抜いて乗って見せます日本一以上隊長林一郎宇野隊隊長柴田美穂千葉隊隊長城田さとし千葉隊隊長土江志郎島村隊隊長住江よしえみっちゃん先生隊隊長みれのりよし島村隊隊長丸山ゆうた島村隊隊長松永ひろかず島村隊隊長つまきともこ島村隊隊長斉藤さちこ島村隊隊長久保田太一島村隊隊長山田薫島村隊隊長長峰礼子島村隊隊長松江恵子みっちゃん先生隊隊長田中夏子みっちゃん先生隊隊長井浦みっちゃん先生隊隊長山崎凛花みっちゃん先生隊隊長深水俊博足川隊隊長竹富真希みっちゃん先生隊隊長平岡いつかさあ
キー、島村隊隊長西口和也、島村隊隊長山口大和、島村隊隊長中川ルミ子、島村隊隊長森本重則、花江隊隊長村上積子、花江隊隊長高橋亮、島村隊隊長辻本純一郎、島村隊隊長片山奈々、島村隊隊長尾崎恵子、千葉隊隊長水島利美、みっちゃん先生隊隊長兵頭きみえ、千葉隊隊長服部あずさ、千葉隊隊長水野美希、千葉隊隊長下瀬ひろあき、島村隊隊長田中理央、花江隊隊長時はひろこ、島村隊隊長荒張つとむ、みっちゃん先生隊隊長清水ひろもと、隊長田中志保、
深く切り込んで自信抜き受けてバットで大和を魂貫いて取って取って取り抜いて勝ってみせます日本一隊長、平田
しい。うろたい隊長小松原エコー、みっちゃん先生隊隊長うらちゃん、芝村隊隊長板垣エコー、離れ隊隊長中谷久恵、みっちゃん先生隊隊長さくらくみみつ、みっちゃん先生隊隊長池田さここ、みっちゃん先生隊隊長太田久一、芝村隊隊長ラムレイ、千葉隊隊長岩永トモ、宇野隊隊長原エコ、みっちゃん先生隊隊長坂本京子、みっちゃん先生隊隊長中澤陽子、みっちゃん先生隊隊長砂塚明、千葉隊隊長樋口美穂、みっちゃん先生隊隊長菊池恵子、先生隊隊
長遠藤瑞希花火隊隊長一之瀬ゆり子千葉隊隊長ドニちゃん島村隊隊長キーラギーエリー島村隊隊長若松ユミコウッチャン先生隊隊長小田美希ウッチャン先生隊隊長菊池美智子一人出陣のテーマいざ お待たせしましたナム八幡大菩薩に守られて龍騎の入場です一層の拍手をもってお迎えください。この旗の行くところ、龍神隊は一歩も引くことはありません。ナム八幡代表、花井隊長氏、横沢。
砕け。稲妻闇を切り裂け。勇気の入場です。勇気改造へ。大塚雷光。お
式典の舞台させていただきます。出陣の杯。出陣やと命果てるとも、この旗は守り切ること誓います。一度乾杯。八代目は客番竜神隊は、親方
日本一いいぞこって見せな
日本一いざOh!
狙い当たる楽しみ丸館激文旗祭り115出演式各大代表八大竜王激文大賞八人衆の皆様、本当に本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。興奮冷めやらぬまま、お一人ずつ各大代表の皆様にご感想、一言もしくは1分以内に、ご感想と伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではまずはじめに神風隊激務を務めてくださいました、みっちゃん先生隊代表久保田一子上司殿、にちょっとスポットライトにしていただいて、はい、ありがとうございます。ご感想お願いしたいと思います。はい、では一子先生よろしくお願いします。はい、感謝いたします。感謝いたします。本当にこの大役を任せていただき、ひとりさんの慈愛、みっちゃん先生の慈愛、皆様と共に支えてくださった皆様、ありがとうございます。感謝いたします。未来は明るい、感謝いたします。ありがとうございます。
して、竜神隊劇分を務めてくださいました。はい、芝村隊代表、伊藤富子城主。ありがとうございました。ありがとうございました。感謝してまーす。芝村隊の代表させていただいて、本当に感謝してます。もう、お声かけていただいた時から、すごい気合が入ってたんですけど、実際、こう代表として叫んだ時に、すごい、こう、血が体中巡って熱くなりました。本当にこの劇分ってすごいなって、さらに実感しました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、千葉隊劇分を務めてくださいました、千葉隊代表、竹岡由紀子城主。ありがとうございました。ありがとうございます。感謝してます。ずっと緊張のしっぱなしで、行った瞬間、スーって、でも千葉隊の方たちの顔がいっぱい浮かんできて、あ、失敗してはいけないんで頑張ろう頑張ろうっていうのがすごい力強いのを感じました。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、続きまして、はやぶさ大劇分を務めてくださいました、まゆみ隊代表、甲斐ひろみ隊長殿。ありがとうございました。今日、この、劇分に参加させていただきまして、本当に感謝しております。ありがとうございます。皆様が、劇分大会を開いていただいて、参加させていただいて、本当に嬉しく思っております。これからも劇分を、大会に参加をして、殻を破って、一人三度を歩いていきたいと思います。以上です。ありがとうございました。大演劇の皆さんもありがとうございました。はい。続きまして、抜刀隊劇分を務めてくださいました。花江隊代表、八甲輪廻城主。ありがとうございました。ありがとうございます。感謝してます。ひとりさん、花井社長、みっちゃん先生、そして、こうして、この場とか、いつもの道場とかで、本当に毎日みんなが参加できて、叫べる場を提供してくださる皆様方、今日ご一緒してくださった皆様方、本当にありがとうございます。先日、ひとりさんの劇文の本を読みまして、ひとりさんの愛とか、あともう、神様の愛とか、いろんなもう、たくさんの愛が、伝わってきて、本当感動したタイミング、このタイミングで、今日劇分のおたけびをさせていただくことができて、本当に、ありがたく思っています。その中に書かれてあった、とにかく出し切ることだけ考えてやればいいんだよっていうひとりさんのお言葉が、ずっと頭を回ってて、今日はとにかく出し切ることだけ考えておたけびさせていただきました。本当にありがとうございました。感謝しております。ありがとうございました。感謝いたします。続きまして、混合大劇分を務めてくださいました、芦川隊代表、竹富和子隊長。ありがとうございました。ありがとうございます。感謝してます。本当に、今日参加すること、とてもドキドキしていました。で、芦川隊の皆さんも、コロコロの君ちゃん先生とか、池浦さんとか、みゆきさんに、いろいろお世話になって、本当に、幸せです。ありがとうございます。感謝してまーす。感謝してまーす。はい。続きまして、アラム社隊劇分を務めてくださいました、みっちゃん先生隊代表、木村美奈子城主。ありがとうございます。ありがとうございます。感謝してまーす。斉藤ひとりさん、みっちゃん先生、ありがとうございます。で、他の社長の皆々様、ありがとうございます。この大役を選んでいただいて、またこの8人衆、皆さんでできたこと、すごくご縁を感じて、で、みんなめっちゃかっこよかったです。本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。大援軍の皆さん、ありがとうございました。続きまして、大魔神劇分を務めてくださいました、宇野隊代表、小柳秀幸城主。ありがとうございました。はい、感謝してます。斉藤ひとりさん、宇野社長、そして遠藤社長、
ありがとうございます。そして、いつも支えてくれている宇野隊のスタッフの皆さん、いつも感謝してます。で、毎月2回劇文の、YouTube を作っていただいている花江隊のスタッフの皆さん、いつも、感動をいただき、本当に魂が震える毎回毎回の雄たけび作っていただき、本当に感謝してます。これからもどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということで以上の、皆様になります。それでは改めまして、八大竜王劇文大賞八人衆の、皆様のご紹介をさせていただきます。神風隊劇文、みっちゃん先生隊代表、久保田一子上司。竜神隊劇文、芝村隊代表、伊藤富子上司。騎馬隊劇文、千葉隊代表、竹岡由紀子上司。はやぶさ隊劇文、真由美隊代表、甲斐宏美隊長。抜刀隊劇文、花江隊代表、八甲林根上司。金剛隊劇文、足川隊代表、竹富和子隊長。荒武者隊劇文、みっちゃん先生隊代表、木村美奈子上司。大魔神劇文、宇野隊代表、小柳秀幸上司。以上の8人衆の皆様でした。もう一度大きな拍手をお願いいたします。そして応援してくださった皆様、支えてくださった皆様、ひとりさん、社長様方、各隊本部の皆様、各隊のお仲間の皆様をはじめ、全国の皆様に感謝いたします。ありがとうございました。それでは改めまして、大成功おめでとうございますと、万歳いきまーす。せーの、万歳。万歳、万歳、万歳、よっしゃー。また15日、楽しい丸勘激文旗祭り1日の出演式、八大竜王激文大賞、八人衆の皆様でした。ありがとうございました。おめでとうございます。
2月生まれの皆さん、誕生日、おめでとうございます。生まれの皆さん、誕生日